はい、お疲れ様です。 JRA のせいやです。遅くなりましたが、まずね、アイビス様ダッシュの方やりたいなとは思います。はい、昨日ねプロレス見に行ってたんですよ。またね、動画の方とかもね、上げていきたいかなと思っておりますが、まさかね、これ昨日のパンフレットなんですけど、 G1 クライマックスね、見に行ってきました。はい、非常にね、面白いね、試合でしたね。はい、であれどっか行ったな。で、まあ内藤選手負けちゃったのはね残念だったんですが、はい、で私ね、名古屋城もね行ってきたんですよ。はい、でご当地のね、学習ノートっていうんですか、遊びで買ってきました。はい、でね、先週はですね、先週はどうだったかっていう話まず、していこうかなと思っております。先週はね、もうほとんど遊びですよね。もう全然これこんな感じで、まあこれ函館2世はね、動画でも撮りましたけど、まあ、これ3連目法で、まあ、遊び程度で回収したぐらいでね、まあ、全然、まあ、遊べたかなっていう感じですかね。アニマル浜口夫妻、親子が来てたりとかね、そんな感じで、やっておりました。はい、でそうですね、アイビスサマーダッシュ行かせてもらいます。はい、アイビスサマーダッシュはですね、今日はね2乗メインだけにしときます。小倉はやらないですけど、アイビスサマーダッシュはですね、このレースってのは前回のね、年の節数1だった時は1番人気か10番人気かで言ったら10番人気が来てたんですよ。で今回はね、さすがに10番人気じゃなくて1番人気の方かなと思っておりますんで、私の本命はですね、フィドゥシアでいいのかなと。1番人気で10番っていう考えで、今年はこのレース入っていきたいなと。フィドゥシアでいいでしょうと思います。はい、でね、非常に臭いなと思ってるのはラインミーティアかななんて。今日ね2の日なんで運命数2持ってるんでね、西田騎手でプレイズエターナルもね、北村騎手がね、今月は強運だってことですね。でプレイズエターナルも運命数2持ってるというところ、で前回のね、松尾奈々の年って2007年なんですが、その時もね中山パラダイスの P っていう馬が来てて、GPY ですよね。その時まだ後藤騎手は生きてましたけど、後藤騎手が来たっていうのもあって G を持つイニシャルのジョッキーが来たと。今年ちょっと臭いなと思ってるのはプレイズエターナルの P、 プレイズエターナル、で、雄一の Y ですよね、北村雄一の。ということを考えると、プレイザーターナルは非常に臭い。で、ラインミーティアも臭い。で、3連を考えたときに、じゃあ、今ちょっと即興で考えましょう。プレイザーターナル、フィドゥシアで考えましょう。プレイザーターナル、フィドゥシアで考えると、そうですね。これ俺のね、メソッド手にしてくれてる方は分かると思うんですけど、PDF ね。新潟競馬場がね、一番ね、3連で目方になりやすいと。で、私も昨年ね、これ1点で予想は当たってるはずなんだよな、確か。違ったかな、アイビスさん。まあ、ガチガチだったですけどね。こういうのを考えると、相手はこれになるのかなと。はい。まずこの2点。はい。で、ラインミーティア考えますよね。ラインミーティア考えますと、15ですから、ラインミーティア考えると、ネロかな。
ネロ、あ、そうだな、これあと7と16かな、うん、なのでこの5点ですね。今日面白いのは、この5点は絶対買ってください。買った方がいいかなと。5点、今日面白いかなと思うのはこの5点ですね。アイビス様だしは、はい、臭いなと思ってるのは非常にそれ、うん、この2点は臭いなっていうのと、そうだね、絞るんだったらこの4点かなと思ってますけどね、はい。まあアイビス様なしはねそんな感じで、ただアクティブミノル外にちょっと今日は強いかなって思ってます。暗示的にですけど、ただプレイズエターナルは非常に強いなっていうのと思います。本当はね穴でレバンテライオンなんか臭いのかなと思ってたんですが、まあ直線で激走してもおかしくはないと思うんですが、私はもうあのプレイズエターナル、ラインメディアを一押ししたいねと思います。はい、そうですね、アイビス様たちは以上になります。で次の動画ではですね、クイーンステックスですかねを上げさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。